はい、えー、ということで、えー、給料明細を見ていくと。えー、2022年7月分の給料明細。これ、よって書いてるけど、まあ、給料を与えてやってるみたいな感じで嫌だよね。給料明細って書いてくれよって話なんだけど。まあ、ということで、じゃ見ていくと。えー、給料明細、支給項目、えー、時間内、えー、1万4 4 0 0円と。 時間外5万6415円と、えー、深夜あ1万953円と、えー、週40時間超2600円と非課税交通費1万1000円と 業務建て替え金4800円と総支給額20万、えー、168円と控除項目健康保険1万6677円介護保険2788円厚生年金3万1110円、えー、雇用保険586円 社会保険合計5万1161円。課税対象額13万3207円。所得税2420円。前払い金8万3900円。ここが、あの、週払いとかで、働いた分のお金を、えー、スマホで、えー、なんだろう。 タタッチしてタイプしてイプでそれで、えー、できる仕組みのところなんで「週払い給料」あ給料って書いてくれた話だよね「控除 25, 2万5872円」えー「控除合計16万3353円」「差し引き支給額3万6815円」でこの差し引き支給額っていうのがここの本来の月1の 給料支払い日に払われた金額か、えー、前払い、えー、で、えー、給料支払われた分の、えー、残りが3万6815円ということで。で、就業先、これは、えー、情報なんで、えー、目隠しと。で、えー、日数11日、えー、時給1300円。 えー、時間88時間、あで金額11万4400円で、時間外、えー、1.25倍で、えー、1625円で、時間が34時間43分と、でここがあの1分単位で、えー、計算するところなんで、えー、5万6415円とで、えー、深夜、あ割増しで325円プラスの、えー、33時間42分と、1953円。 で、週四十時間超終わりまして三百二十五円。で、八時間あと。で、それ二千六百円。で、その下に書いてるのは合計金額十八万四千三百六十八円と。で、その全部の合計が総支給額二十万百六十八円と。で、これがあ十一日分の総支給額と。 で、えー、まあこんな感じということで。はい、えー、まあ以上なんで。そ,それじゃあまた。